ヨハネス・アモス・コメニュース。ヨハネス・アモス・コメニュース。ヨハンネス・アモス・コメニウス。1592年3月28日から1670年11月15日は、モラビア東部、バラキア地方、ニブニツニボニッツで生まれた教育学者。本名は、ヤン・アーモス・コメンスキー。ヤン・エイモス・コマンスキーという。コメニュースは、ラテン語の執筆活動名。 もっとも、コメンスキーという名字も生まれた村の名前にちなんで、本人が後日考えした名前だという。1988年から1993年まで流通した旧チェコスロバキアの20コルナ紙幣に肖像が使用されていた。コメニュースは両親を若い時に亡くした。1609年頃、ポーランドのソッチーニ派を知り、進学の研究を続けていた。 1616 16年に司祭に上海される。家族はプロテスタントであったが、1617年以降、ボヘミアに統合されたモラビアではプロテスタントを弾圧する宗教的な混乱が相次ぎ、1618年5月23日、第二次プラハ総外党的事件が起こった。このボヘミアでの残虐行為をコメニウスが目撃し、深く悲しみ悩んだ。そして、この狂気で、 残虐の迷宮から抜け出せるのは子供に与える新しい教育だけであると考えるようになった。1620年11月3日、ボヘミアのプロテスタントの集団カビーラホラーでの戦いに敗れ、コメニュースは虐殺の現場に居合わせた。1627年7月カトリックだけを国境とする法律が交付され、長い逃亡生活に入った。その間に妻と二人の息子を亡くし、 1628年、ポーランド西部のレシュノにたどり着いた。モラビア兄弟団あるいは共同生活の兄弟団というプロテスタントの一派の代表の一人で、その教団の営む教育施設の監督を務めた。三十年戦争及びその後の宗教戦争で、故国を追われ、修正、故郷に戻ることはなかったものの、学校改革の指導者、教育改革の提言者にして、 宗教的な福音の宣教者として、ヨーロッパ中の宮廷や議会から助言を求められた。その中には、最小、リシュリュー、スウェーデン最小、オクセンシェルナ、ドイツ、ハンガリーの諸公に、イギリス議会、アムステルダム司会も含まれていた。1657年に、アムステルダム、オランダに移住し、そこで、教授学著作全集を刊行し、1670年に、生涯を閉じた。 1592年3月28日生誕。生誕地は、ニブニッツェ、コムニャ、ウヘルスキーブロトなどと言われはっきりしない。1600年頃、ウヘルスキーブロト在住。1604年頃、両親死亡。ストラージュニッツェのバズザナのサーロバー宅へ。1605年5月4日、ハンガリーの軍隊によって、ストラージュニッツェ崩壊。親戚の家へ。 1608年以降プシェロフ兄弟教団の学校ギムナジウム入学。1609年頃ポーランドのソッチーニハを知る。1611年エルボルンのナッサウ大学に登録。アルシュテットに指示。1613年ハイデルベルク大宮学部登録。ダビデパレウスに指示。1614年春プラハ経由でモラビア駅間。プシェロフの学校で教える。 1616 16年プシェロフ兄弟教団の牧師にミクラーシュドラウィークも一緒に未完成の全自物会の劇場チェコ語の百科全書を企画1618年イコーフルネックで兄弟教団事務所と学校の管理人に最初の妻マグダレナビゾフスカート婚約1619年息子誕生名前不詳天へ手紙 チェコ語で開催書の書出版。1620年冬 -21 年春スペインとイタリアの軍隊フルネックを占領。1621年から22年冬フルネツクから逃亡。ゼロチーンの所領に隠れる。1622年完全性の制殺。離れている妻に捧げた書。プシェルフにいた妻マグダレナと二人の息子の死。ブランディースに潜伏。 優秀の人。1623年、現世の迷宮と心の楽園ジェロチーンに献上、出版は1631年。1624年、兄弟教団監督、ヤンツイリルの娘ドロタツリ・ロバート再婚。1625年、教団の任務での初の、国外施設、シレジア、ポーランド、ブランデンブルク、モラビアなど予言者、クリストフ・コッターと会う。 兄弟教団の亡命の準備で、レシュの訪問。ベルリンで、ラディスラフ・ベレンと会談。1626年国外施設、ベルリン、ハーグ、アムステルダム。ベレンの伝言とコッターの予言を追放された、ボヘミア王フリードリッヒに手渡す。1627年、コメニウスの、モラビアの地図アムステルダムで出版。長女誕生。 幻想家の女性クリスチナ・ポニア・トスカーに出会う。教授学、チェコ語の構想。1628年、レシュノに亡命。次女アルジュビエタ誕生。レシュノのギムナジウムの教師になる。1630年、母親学校の出身。出版は1633年。1631年、開かれた言語の扉。教授学、蘇る破壊。 1632年、プシェロフ兄弟教団の監督に選ばれ、同時に教団の出自になる。パトロンのスウェーデン王グスタフ二世戦士。同じくパトロンのボヘミア王フリードリヒ五世も死亡。1633年ラテン語教科書、前提、自然学公用。1636年レシュノの領主、ラファエル・レシュチームスキ、ローカレル・ジェロチーンが死亡。 1637年ハートリブによってコメニウスの反地学の試みの序曲オックスフォードで出版。1639年ロンドンでコメニウスの反地学の先駆出版。1641年イギリスト公。リンカーン主教で後にヨーク大主教となるジョン・ウィリアムズと会談。光の道、出版は1668年。1642年春。 革命的市民戦争によって活動できなくなる。フランス最小リシュリューからの称聖を拒絶。オランダとスウェーデンの商人類で、ヘールからスウェーデンへの招待。エンデゲストで、フランスの哲学者デカルトと会談。パトロンのでヘール、クリスチーナ女王、最小、オクセンシェルナと議論。スウェーデン領のエルビングに移住。1643年ペトルフィグルスをスウェーデンに、派遣。 三女誕生。1644年、エルビングのギムナジウムの教授となる。この頃、人間に関わる、事柄の改善についての送信義に着手。1646年、息子ダニエル誕生。最新言語方法。出版は1648年頃。1646年、ペテル・フィグルスとスウェーデンへ。最初、オクセンシェルナや女王クリスチーナと討論。 1647年、ボヘミア教会の迫害の歴史、エルビンクから、レシュノ駅間。1648年夏、教団主席監督に選出される。1649年にアナガ・ユソバート三度目の結婚。1650年、死に行く母、ボヘミア兄弟教団の遺言、独立派、永遠の混乱の原因。レシュノで、兄弟教団の宗教会議。 教団を解体せず、維持に努めることを決定。ラーコーチ家の創生により、ハンガリーのシャロシュパタクへ、5月にレシュの帰還。10月シャロシュパタクのラテン語学校の改革を委ねられる。1651年ドラビークの予言。ハンチ学校の構想出版。軸文渡航に未完の書、ナタンからダビデへの日は献上。 1652年パトロンのルイデヘールが死亡。ローレンスが志を継ぎ、支援継続。1654年春、民族の幸福、ゲオルクラーコーチ2世に検定。演劇学校、出版は1656年シャロシュパタクで6月、シアロシュパタクを離れ、レシュの駅間。1655年末、カール・グスタフへの賞賛出版。 1656年レジュノの占領と焼き討ちシレジアからフランクフルト経由でオランダへ。1657年アムステルダムで教授学調作全集出版。予言集闇の中の光出版。1658年ニュルンベルクで初の差し入り教科書世界図絵出版。1661年モンタヌス宛ての手紙。1662年 人間に関わる、事柄の改善についての送信議の最初の2巻、半覚星と半広明出版。1665年予言集、闇からの光、エリアの叫び執筆開始。1666年パトロン、ローレンス・デ・ヘールの詩。1667年アムステルダムで、平和の天使出版。1668年、光の道、唯一必要のこと。 サミュエル・マレジウスとの論争をし、兄弟の警告の継続を執筆。1670年1月で死であり娘婿である、ペトル・フィグルス死亡。1670年11月15日、アムステルダムで死亡。ナールデンにある、改革協会の寺院に埋葬される。現代の学校での教育すなわち学校教育の仕組みを構想した。今日、 日本をはじめ多くの国で見られる、同一年齢、同時入学、同一学年、同一内容、同時卒業といった仕組みは、コメニュースの構想に発するものである。また、コメニュースは、女子にも、男子同様の能力がある。それどころか、しばしば男子よりも優れた能力があると主張し、女子教育の必要性を説いた。コメニュースは、こうした学校のあり方を通じ、人々が、 すべての知識を共有することによって戦争が終わりヨーロッパが一つになると考えた。この考え方は現在のユネスコに受け継がれている。コメニュースの主張はラテン語教育の手法を軸に教育学そのものの体系を考案した大教授学、開かれた言語の扉のほかに世界初の子供のためのエイリ子供百科事典、世界図絵が含まれ。これはこの世界から人体、 職業、特目や世界的な諸宗教に至るまで偏見のない普遍的な教養のありようを各、ページごとに上にへ、下にその説明を配するといった科学的な話題について現在と若干の学問的な進歩の差が見られることを除けばレイアウトさえ新しくすれば今でもそのまま通用しそうな高水準のものである。また、コメニュースは ライフサイクルの全般を通しての生涯学習を初めて体系的に語った教育学者でもあり、その中には誕生前の母親に対しての教育、母親教育から高齢期には自らの死への心の準備、死の授業といった強的な観点も含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。